はい、どうも、アンダーソンです。今日も始まりました、ぬるくら。ぬるおた中年マイクラ始末。この動画は、私、アンダーソンがですね、マインクラフトのサバイバルワールドでぬるくソロライフを送るという、そういう動画でございます。さてですね、この私のワールドで今、アホほど余ってる建材があるんですね。なんだと思いますか？そうですね、色付きガラスでございます。ですね、経緯を申しますと、以前作ったね、エンドクリスタルシップですよね、あれのためにですね、空色ガラスと紫ガラスをアホード作ったんですね。まあまあ余ってます。空色ガラスに至っては使うの忘れてたんで、もっと余ってます。さらにです、一部ね、差し色というか、窓のね、雰囲気を出すために、黄色のガラスを作ったんですね。これもまあまあ待ってますね。さらにさらに、以前ね、ドズルさんのね、顔を作った時に、オレンジのガラスを、またたくさん作ったんですね。もう、余ってますよ。そこでですね、今日はですね、普段のね、エンドクリスタルシップのね、あのエリアにですね、ガラス製の家を作ってやろうという、そういう動画でございます。で、ただ普通に四角い家を作るのもなんなんで、ちょっと変わった形のものをね、作ろうと思いますよ。で、やっぱり一番余ってるのは紫と空色なんで、この2つの家を作ろうと思います。はい、というわけでこちらがそのクリスタルというか、ガラスを使ったね、家の建築予定地でございます。もうね、土台というかね、下地は作ってるんですね。で、この下地を見たらもうどういう形になるものか、賢明な皆さんはある程度分かってるんじゃありませんでしょうか。ですね、ここはね、村の西地区ででして、ロクスポ、整備してなかったんですね。クリスタルシップを作った以外。なので、ここもね、少しずつ発展させて、村人も増えなくても正直いいので、ボンさんのね、ボンさん像の中にあるベッドとかをね、こちらの方にちょっとずつ移設させて、村人がね、村の各エリアにまんべんなく住むような形に発展させていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。主な建材ですね。紫ガラスはね、これであと残りいくつかっていう感じになってるんですけど、青色、空色じゃなくて青色だった。ほどこれ、まだありますんで、もしかしたら、この一体、青い色いっぱいできるかもしれないですね。じゃあ、先にですね、紫から使っていこうと思います。こっち側に紫の家を建てて、こっち側に青い家を建てようと思います。単にね、円にするだけだったらね、そんなに悩まないはずなんですよ。お分かりですよね。せっかくなんで、ちょっとね、イグルっぽくしたいなと思ってるわけです。そう、実はそのために土を足場にしてるんですね。無言で作業するのもあれなんですけど、特筆するほどの話でもないんですが、ソフトウェアがね、僕ね、配信でも、録画でも、収録に OBS を使ってるんですが、これが新しくなりまして、そのおかげで、いろいろ不具合が起こってるんですよね。
オープンソースの、まあ、弊害といえば弊害ですよね。弊害といっても俺も仕方のないことで、最初はね、あの Linux 側のものがひどかったんですが、今はね、Windows のものがね、ひどくてですね、あの、まあ、具体的にはね、あの、生配信が、まあ、できるのはできるんですけど、ミラティブと YouTube で僕やってたんですが、同時配信ができなくなっちゃってるんですよね。あ、いや、あの、Linux からね、やるんで、あの、水辺村の方はできるんですよ。Windows 側はできないんですね。それもまあ現時点の話であるんですけど、でこれもね必ず修正されるはずなんでさほど心配してはいないんですが、心配してはいないけどいい気分じゃないよねっていうのがあるんですよね。で手前がどうしようかな。手前側、ここはもう決まりなんですよね。こう、これはもう押しないと入り口にならないんで、あ、また一個もったいないことしてる。これで塞がる。こっからか。こっからかっつっても、ここも。3つつってもあのミッツマングローブさんのことじゃないですけど、あの3段ね積んどかないと高さがね、やっぱり家の中の高さってやっぱりあると思うんで、そこは最低限確保しとかないと。一応予定ではね、あの村人2人が住める建造物になる予定なんで、で全部ガラスなんで窓なんか作る必要ないんですよね。だから、ここ3つはなってるかな。ここだから、あー、なるほど。こういう感じなのかな。で、そこに積みたいから。あとでこれ、あの、土を、やっとかんという感じですね。クリスタルエンドシップを作ってる時にも、言ったかもしれないですけど、一回ところ見づらいんですよね。いけてんじゃねえの俺。ここかな。割るともったいないんだよな。シルクタッチのツルハシだかなんだか作んないといけないですね。やっぱり獅子を育てないといけないな。ぽく見えるのかな。ああもう何しとんの。ドア閉めたかっただけですよ私。
ご慎重に。中にいる分には悪くないように見えますね。で、あそこが抜けてるのを内側からこうこうこう、これでいいんじゃないかな。で、ドアをですね、あの村の他の家と同じようにね、多くのドアで、これ多分あの本当のイグルーだったらね、あれなんですよね、松かなんかでできてるんですよね。あの土は後でやって、でそこに対してあれですね、2個ぐらい積んだ方がそれっぽく見えるな。ちょっと、ああそうすると隣の家と本当に隣接した感じになっちゃうな。思いっきり接しちゃいますね。まあいいか、そんぐらいね。え、近くの家だし、お互いスケスケなんだよね。うかつなことできんわ。ちょっと上から覗いてみましょう。どうですかね、悪くなさそうな感じに僕には見えるんですが、皆さんにはどういう風に見えるでしょうか。なんかね、さっきあの内側のね土を崩した時に、あれですよね、なんだよ、中入った時に思ったんですが、お前の場合広く感じましたよね。円の作り方だけ考えて、あとは側から立てていくっていう感じだったんですけど、あながち間違いじゃなかったように見えますね。で今ね、土が見えてるようにね、あのドアを覗いたあの3方向に対してね、また2個ずつ積んでいこうと思いますので、でこの隣青いのがあります。はい、というわけでとりあえず2手できましたね。あのベッドのところの土が邪魔だな。一応ね、ああいう形ですね、悪くないんじゃないかなと個人的には思うんですが、皆さんはどう思われるでしょうか。じゃあね、ちょっとあのライトアップとね、まあ、ベッドと棚を置くぐらいの内装はしとこうかな。その上で柵を壊してお披露目っていう形にしようと思います。なんでそっちに置いたん？めんどくさいな。普通こうだろ。何してんの？ようわからんの？どっち向いとるか分からんけど怖いね。で、どうしようか、湧き潰しじゃけど、夜になってみると分からんけど、多分これで足るんじゃないか。
時にはあまりないけどな。めっちゃ明るいよ。どこ行ってもめっちゃ明るいよ。あ、全然問題ないわ。あ、無駄じゃん。よし。じゃあ外に出された。意味わからん。ぬるくら。はい、というわけで2頭完成しましたよ。見づらいですね。すげえ見づらいですね。あんまりこうやっぱ透けてる、あ、いらないものが持ってる。透けてる素材だからですかね。いまいち形がよくわからないですね。で、ここに関しては円っていう感じじゃねえな。ここ埋めた方がいいかもしれないですね。もうガラス置いてきちゃったな。裏でやりましょう。ここもかな。あ、でもそういう感じだよな。まあいいか、このままにしとこうか。ちょっとね、最初あの作業中にも言いましたけど、両サイドをねちょっと一マスずつ拡張しちゃったんで、当初考えてたね、あの2マスか、1軒ずつ2マス間を空けてって思ってたんですけど、ちょっとできなかったですね。まあやってみないと分かんないことってたくさんあるんでね。で、中はといえばもうお分かりの通りですね。中入るとそんなに気にならないですね、見えづらいとかいうのは。これね、ここで寝るとね、たまにね、起きると外に出されることがあるんですけどね。何なんでしょうね。で、ライトでこういう風に照らしてるんで、脇通しも完璧ですわ。にゃー。ちょっとね、村の景観にはそぐわないかもしれないですけどね。あー、何しとんの。あれですね、見えないじゃん、これ。あ、フグと名札を連れてた。あ、いや、ちょっとね、夜確認するのにね、あれなんですわ。暇つぶしじゃないけど、時間つぶしにあそこの、建物で釣りしてたんですね。いやー、名札とフグがともかく名札を連れたのびっくりだな。うん、いいんじゃないでしょうか。結構気に入りましたね。悪くない気がします。ぬるくら。はい、というわけですね、2軒のグラスイグルーと名付けることにしたあの家、いかがだったでしょうか。なかなかおしゃれなもんができたんじゃねえかなっていう気がします。あそこに置いてるね、2つの計4つですね、ベッドはあれです、ボンサンハウスから運んだものでして、だから今ボンサンハウス、もともと10いくつあったベッドが今5つぐらいになってますね。徐々にね、普通のこの後ろのカスタムハウスと同じ感じで、ちょっと変わった形の家っていう感じになってますね。で、ちょっとずつ村人もあれで拡散していくと思いますので、別に格付きがね、回復するとは思わないんですが、だんだんなんていうんですかな、村人を見かけないスペースがなくなっていくんじゃないかなっていうふうに思います。次回なんですが、たまにね、ここで次回こういうことやりますっつっても、次回それをやんなかったりすることもあるんですけど、覚えてらっしゃいますかね、地図埋めるっつって冒険して実は地図が小さかったっていう回がありましたよね。あれで地図でかくしたじゃないですか。なので、あのでかくなった地図を埋めるための冒険に出ようと思います。ここのところね、冒険って言ったらずっと洞窟潜ってたんで、たまには日の当たるところをちょっと、うちのラバ君とね、走り回りたいと思います。で、ラバ君にちょっと名前つけようと思います。さっき名札を連れてたの分かっちゃったんでね。なんて名前にしようかな。
視聴者さんがねたくさんいたら募集してもいいんですけどね、残念ながら貧弱なチャンネルなんでね、自分で考えようと思いますよ。あんまり変な名前つけたくないね。というわけで次回は地上を冒険する回になります。見ていただけたらありがたいですね。さあ、いろいろ楽しく遊んできましたが、ぼちぼち皆さん飽きてきてないですか？多分飽きてると思いますが、懲りずにねこうチンタラやっていくだけの動画なんでね、気楽にね見ることができる動画にしていきたいと思いますので、あまり気負わずにね楽しく見ていただけたらと思います。それではここまでご視聴ありがとうございます。高評価とかねコメントとかいただけたら私の励みになりますので、どうかよろしくお願いします。それでは今日はこの辺りで終わりにしましょう。また次回の動画でお会いしましょうね。それではさよなら。どうも、ニキアルベスタリです。どうやら大きな地図を埋めに旅に出るみたいですね。一回じゃ無理じゃね。次回、アカシア村発見。それでは皆さん、ごきげんよう。